時計の針は 7:30 ベッドの隅っこで write down You're sleeping versus cute You wait to sleep at yesterday Do you know what it is today? ねえ早く Today is day of celebrationCWTV をご覧の皆様、こんばんは。アルファセブンのさゆきです。ということで、本日はいつも通り録画配信と、なっているんですけれども、おそらくですね、この日は私も一緒に見れてるんじゃないかなと思います。トラブルさえなければまたコメントなんかもね、いろいろ参加できるかなと思います。そうだ、この前の人、すごいハングルで書いてくださった方、結局わからなかったですね。わからなかったね。すごいめちゃくちゃいっぱい書いてくださってたんですけど、ちょうど私のネット環境も悪く、ちょうどライブ出てた時だったんで、地下だったのもあって全然見れもしないし、コピーもできないし、とりあえず私はさゆきですっていうことだけをアングルで Google 翻訳でね打たせていただいたんですけれども、コメント欄なんかで皆様と、交流できたらいいなと思っておりますので、今日の30分間も、ぜひお楽しみいただきたいなと思います。はい、ということで、おそらく前回は周遊パスですね、大阪周遊パスについてのお話をさせていただいたのではないかと思うんですけれども、今回もですね、すごい面白そうなものをですね、電車に乗ってたら広告で見つけましたんでご紹介したいと思います。それがね、こちらです。じゃじゃん、多分なんか出てると思う、謎解きメトロ旅というものがございましてですね、皆さん謎解きは好きですか？私もまあ好きなんですけど、あんまりやったことがなくて、大掛かりなやつだからダンジョンみたいなやつですよね、多分。なんかちょっと違うちょっと違うって、なんかね、前に京都の西本願寺さんでそういうのがあった時はやったんですよ、友達と。なんか謎を解いて次はここに行ってこれを見てこいとかさ書いてあって、次またそこに行って謎解いてみたいな、もう最終的にここで答えを見つけて持っていくみたいなのを、してたんですけれども、それのもっと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 大掛かりなやつですよね、謎解きメトロ旅っていうのがハッシュタグ謎メトロで調べてもらうといろいろ出てくるみたいなんですけど、今までは東京がメインで、もともとあった東京メトロの、謎解きみたいなのがあったみたいなんですけど、今回初めて大阪にそのメトロ旅がやってきてですね、そうそう、今まで30万人の方が東京でね、これに参加してくださってたらしいんですけれども、そういったものが大阪にもやってきたということで、結構ね、リアルタイムな2019年11月28日木曜日から、2020年3月31日火曜日までということで、約4ヶ月間ですね、この謎メトロが行われます。で、期間がそれで、料金が2300円するんですけど、これには大阪メトロの地下鉄専用1日乗車券がついてくるので、まあ言うたら周遊パスみたいな感じですよね。あんまり変わらないのかなと思うんですけど、そう、
地下鉄専用の1日乗車券付きでメトロ旅が楽しめるよというようなものになっています。これの紹介文というかホームページがなんかすごい可愛く特設ページが作られていたので、また URL を載せていただこうと思うんですけれども、そこに書いてある文を今ちょっとだけ読ませてもらうと、ようこそ大阪へ。今日はあなたが毎日乗っている大阪メトロを使ったちょっと不思議な旅へとご招待いたします。行き先を教えてくれるのは極上の謎たち。謎を解いて目的地を導き出す。大阪メトロに乗って向かったいくつもの場所で、あなたはきっと大阪の新たな魅力に気づくでしょう。さあ、謎と大阪メトロが導く不思議な旅へとご乗車ください。乗車券を改札口に入れた瞬間から旅の始まりです。っていうなんかすごいワクワクする言葉が書いてあるんですよね。これを見つけてホームページ見た時にめちゃくちゃ面白そうやんと思って、調べてみてたんですけど、これがですね、ほんまにすごい本格的な謎解きで、所要時間がそもそも所要予定時間が4時間から6時間、もう半日かかるんですよねっていう謎解きなんですけど、それがですね、なんかもうやらはった人、11月末からなんで、もう早速やってくださった方、やってはる方のそのツイッターのなんかなんでしょう、サイトというかツイッターがね、まあ上がってたんですけど、なんだろう、昼食抜きでお昼ご飯食べずに6時間半かかったよとか、そう、すごいよね。9時半から15時まで、3時まで、だからまあそれも6時間半ですよね。その人はお昼ご飯食べたかどうか知りませんけれどもそう、とか12時から始めて夜の20時までかかったよとかね。でもそれは何でしょう、途中でやっぱりいろんな駅で降りるみたいなんで、その場所その場所で見つけたもの、謎解き以外でやっぱ気になったものに立ち寄ってみたりとか、それこそ美味しそうなご飯屋さんに入ってみるとか、まあ、ずっと歩いてるわけなんでカフェでちょっと休憩をしてみるとか、そういったことをしながらの8時間、結構ですけどね。そう、もう半日かかって謎解きをするっていうようなメトロ旅っていうものがねあるみたいなんですよね。私大阪の地下鉄がそのメトロっていう名前に変わったんですよね。総称がメトロやっていうことを理解してなくて、私最初メトロっていう、なんか例えば私基本的に御堂筋線しか乗らないんですよ。大阪駅から、梅田駅から御堂筋線に乗ってどっか行くみたいなのが多かったから、御堂筋だけが大阪メトロに変わったんやと思ってたんですよ。大阪メトロの御堂筋線なんやけど、御堂筋線っていうのがそもそもメトロっていう名前に変わったんやぐらいの感じだったんですけど、ただただ私の勘違いのだけで、大阪の地下鉄のを全部総称して大阪メトロって言うんですよね。四ツ橋とか堺筋線とか、なんかそんなのも全部ひっくるめてメトロって言うらしいですよ、奥さん。びっくりね。そう、なんかそういう風なんかちょっとおしゃれになったからさ、とびっくりしちゃって、なんか色とかもね全部いろいろ。この前その大阪の地下鉄乗る時に何々線何々線の話じゃなくて、いや私青から来たからさ、いや紫やろとか、なんかいろんな話してあって全部なんか色で解決してはる方がいらっしゃって、色だけでねその地下鉄の会話をしてはったから、私もちんぷんかんぷんで大変やったんですけど、それが分かれば大阪の移動は、しやすいかなと思うんですけど、なんやろ、そのね、謎解きメトロもすごい、まあそんだけ地下鉄専用1日乗車券とかついてくるぐらいやから、ほんまにいろんな場所で降りるんで、この話取り上げようと思ってって言った時にね、周遊パスと一緒に合わせたらいいやんってやるのをね、
言われたんですけど、もうそんなもん、一日かかっても絶対巡られへんで、言うて。謎解きどころの騒ぎってな、あの美術館行かん、あの博物館は行かなあかん、ああ、イリュージョンミュージアムも行かなあかん、まあ、絶対一日じゃ足りないよねっていう話をして、CU パスと謎解きメトロは、分けた方がいいよという結論に至りましたんで、皆様もね、大阪にもし観光で来られた際は、どっちが好きかっていうのをね、見極めてからやらはった方がいいかなと。謎解きが好きな人は、謎に導かれるまま大阪を回ればいいし、行きたいところがあるよっていう人は、周遊パスを利用して、お得にご飯もね、ちょっと安くなったりとか、買い物も安くなったりいたしますから、そういったものを、利用していただければいいんじゃないかなって思ってます。どれぐらいかかるでしょうね。謎解き言うて、何やろう。なんか本が好きだから、まあ言うたらそういう系の本とかもまあ読むわけじゃないですか。そのミステリーやったりとか伏線張りまくってるやつとか、もういろいろ読むから、それこそ例えば、コナンくんが好きだとかね。目立てコナンとかが好きな人はこうやってその一緒に謎解いていくみたいなテーマパークとかでもあってると思うし、好きな方もいらっしゃると思うんですけど、ね、4から6時間もかかる。多分謎が難しいんじゃなくて移動が多いってことやと思うんですけど、え、難しいんかな。でもなんかそのツイッターなんか見てたらコメントに、なんか多分スクラップ社っていうところがやってはるんですけど、なんかやっぱり最後の謎はもう最高ですみたいな、もうスキッとするみたいな、なんか謎解きで爽快になるってね、え、もうこれはもう解いた人にしか分からへんし、もちろんバレてまうから絶対かかはりませんけれども、なんかその謎解きメトロ旅用の一日乗車券が画像で上がってたんですけど、それもめちゃくちゃ可愛いんで、なんか記念に残してみてもいいかなと思います。で、制限時間は特にありません、謎解きメトロには。なんかどっか寄らなあかん場所があるとかで、その閉館時間がとかは知らんけど、まあ、どういったものか私もわからないのであれなんですけど、制限時間はないので、数日かけてクリアしても全然大丈夫やけど、ついてくる乗車券は1日乗車券なんで、次の日には使えないから、もしその続きをやらはる場合はご自身でそれこそ周遊パス買ってみてもいいかもしれへんし、大阪市内にお住まいの方は多分普通にね、イコカとかピタパとかでピッて行かはるんが、まあ行きやすいかなと思うんで、ね、そういったものを利用していただいてもいいのかなと思いますが、せっかくなら一日乗車券でね、行ける範囲で、全部クリアするに越したことはないかなと思います。そう、11月28で始まったところやから、これからたくさんそのハッシュタグ謎メトロでもいろんな情報が出てくるのかなと思うので、ちょっとチェックしていきたいと思います、私も。ほんでですね、多分今東京でもこれやってはるんやと思うんですよ、多分。違う情報やったらごめんなさい。でもなんか2月末ぐらいまで東京でもやってはるみたいなんで、東京は絶対迷子になるなぁ、私。大阪でもなるけど。すっげえ方向音痴なんですよ。全然普通に反対の電車とか、時間と行き先を全部見とかないと反対にも乗るし、この前だって、そのフラッシュモブ行くときに、モブに行く前に公園でちょっと集まって練習しますみたいな、なんか難波の、そう、すごい街中の公園で練習しますってなって、途中までずっと携帯のマップ見てたんですよ。携帯のマップやけど私もぐるぐる回すんですけど、携帯のマップ見ながら歩いてて、ここまで来たと。そしたらあと直線やからもう大丈夫やと思って、マップ切って、すごい自信満々に歩いてたら、前からモブに出てくるはず、あ、モモに一緒に出るはずの、アキラさんが自転車で前から来たんですよ。あれ？お疲れ様ですって言って、え、待って待って、最近多分あっちやでって逆の方向されて、
私あそこでアキラさんに出会ってなかったらほんまにたどり着いてなかったと思いますぐらい、なんかすごい最後の詰めが甘い方向音痴なんで、あれです、人に聞くのが早いと思います、うん、あの私はね迷子になるから、ほんまに初めての場所は駅員さんに聞きます。駅で場所をほんまに迷子になりそうな時は、急いでる時は、そうそうそう、わからん、私がただただ方向音痴なだけなんですけど携帯で行ける人は行っていただいて、なれたらもう目的地直前までずっと見ててくださいね。これは私に言う注意事項なんで、皆さんは大丈夫かなと思います。さあ、そんな謎解きメトロ旅は11月28日から3月31日まで、来年の3月31日まで、来年言うたかてね、もうすぐ腰とすから、あ、腰とすってなんやねん、これ年越すから年越してまうからすぐなんやけど、までやってますんで、2300円税込みです。もしよかったら皆さんやってみてください。あと、私も、ちょっと、やれるかな？どれぐらいかかったか、ちょっと報告できたらいいなと思います。はい！ということで、本日も、恒例の、うん、はい、勝手に恒例にしている、本の紹介をさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで本日のご紹介はこちらですね。じゃん、思い出が消えないうちにって書いてあるんですけど、これは私が持ってる本がこれしかないんです。っていうのも、ほんまはコーヒーが冷めないうちにっていうのが一番最初の本です。知ってます？コーヒーが冷めないうちに、続編なんですよ。コーヒーが冷めないうちに、この嘘がバレないうちに、思い出が消えないうちにっていう三部作というか、ずっとシリーズになってて、私が持ってるのがこれなんです。なので多分その残り二つは、一個どこで読んだんでしょうね、ちょっと覚えてないんですけど、まあ1個目ですごい面白くて、で2つ目が多分京都のブック&ベッド東京、本棚の中で泊まれるホテル一回紹介したと思うんですよ、本屋紹介の時に。あそこに置いてあったから、そこで全部読んだんですよ。で唯一もう一個だけその読む機会がなかったんで、これだけ買ったんですけど、多分余裕があれば全部揃えると思いますっていうぐらい結構好きで、最近読書仲間の人に、最近何読んでるんですか、ちょっと前にね、1年前ぐらい何読んでるんですかって言われたから、この話したら、あ、僕も読みましたって言って、すごいいいですよねって言ってた話なんで、まあまあ好きな方は好き、まあ当たり前か、おすすめなんですけど、これはシリーズになってまして、どういったお話かというと、また後でちょっとテロップ出してもらいますけど、ちょっと読みますね。とある町のとある喫茶店のとある座席には不思議な都市伝説があった。その席に座ると望んだ通りの時間に戻れるという。ただしそこにはめんどくさい、非常にめんどくさいルールがあった。1、過去に戻ってもこの喫茶店を訪れたことのない者には会うことができない。2、過去に戻ってどんな努力をしても現実は変わらない。3、過去に戻れる席には先客がいる。幽霊なんですけど、はい、その席に座れるのはその先客が席を立った時だけ。幽霊なのにね。4、過去に戻っても席を立って移動することはできない。5、過去に戻れるのはコーヒーをカップに注いでからそのコーヒーが冷めてしまうまでの間だけ。めんどくさいルールはこれだけではない。
それにもかかわらず、今日も都市伝説の噂を聞いた客がこの喫茶店を訪れる。あなたならこれだけのルールを聞かされて、それでも過去に戻りたいと思いますか？これはどの本にも書いてあるやつです。あの日に戻れたらあなたは誰に会いに行きますかっていう話なんですけど、そういう設定の喫茶店なんです。だから一番最初の話がコーヒーが冷めないうちに、コーヒーが冷めないうちにだけは映画になりましたね。なりました。あの有村架純さんが主役をされている映画がありましたが、私はもともと先に本を読んでしまっているならば映画は見ないたちなんで、そちらには見に行かなかったんですけど、4つ話が分かれてるんですね。テーマ的にはコーヒーが冷めないうちにも、この嘘がバレないうちにも、思い出が消えないうちにも、全部同じ設定です。ちょっと場所が違うかったりするけど、全部同じ設定で、それぞれの人がそれぞれ会いたい人のところにそのルールを飲み込んだ上で、了承をした上で会いに行く、会いに行った結果、それぞれがどうなったかっていう話が書いてあるんですけど、例えばこれやったら、第1話、バカ野郎が言えなかった娘の話。第2話、幸せかと聞けなかった芸人の話。第3話、ごめんが言えなかった妹の話。第4話、好きだと言えなかった青年の話って書いてあって、だからそれぞれ一人ずつ、その出てくる登場人物はちょっとつながっていたりはするんですけど、一人ずつのストーリーが書いてあって、その一人一人がどういった思いでその人に会いに行こうとして、わざわざ過去に戻ってそのルールを飲んで会いに行くぐらいやから、おそらく会いに行く相手はもう会えない相手っていうことですよね。まあ亡くなっている可能性もあるし、生きていたとしても今例えばちゃんと何でしょう、喋れない相手かもしれない。その当時のその人に会いに行く。でもその時に実際にその喫茶店にその人が来たことがなければ会うことができないっていうことなんで、なんか難しいけど、その時間に会いに行っても会いたい人が来なかったらわからないわけで、でも多分過去に戻ってるんですけど、その過去ではやっぱり会ってたことになるんですよね。現実は絶対変わらへんけど、動かへんけど、難しいですね。空間移動の話が、これはもうすごいふわっとファンタジーに書いてある話なんですけど、もう一個前で紹介、してないわ、なんかすごい難しく書いてある話もありますけどね。そう、私はもうね、全部号泣しました。もう、だって私が涙もろいんですよ。はい、すごい涙もろいんで、私基準で読むとあれかもしれへんけど、私自身は全部泣きましたね。どの本も大号泣しましたっていうぐらい泣きました。ほんまに、いや泣きすぎなんですけどそうなんですよね。やっぱその人の思いが、まあ言うたら今の自分に、自分やったらどうするやろうとかもあるし、まあ今自分が会いたい人がいなかったとしても、例えば今周りにある、いる人と会えなくなってしまった場合、今私が言えてないこの言葉はもう二度と言えないことが、後悔するのかそれでもいいのかとか、まあ基本的に何かを伝えられなかったから会いたいわけじゃないですか。何かが渡せなかったとか、そういうことですよね。会いたいっていうのはさ、ただそのなんか有名人に会いたいとかいう会いたいじゃないじゃないですか、この場合は完全に。
だから、そういった後悔がないようにって今現在の自分自身も大事にしなきゃいけないなって思うし、すごい、まあ、喫茶店の話でほっこりするお話が続くので、なんか優しい時間が自分の中に流れているような、そんな気持ちに私はなります。あとこんな喫茶店があったらいいなって、ふにくりふにくらっていうね、あの喫茶店で、そうそう、なんかもうものすごい多分昔ながらのやつなんですけどっていうような描写があったりするんですけど、そうそうそう、だから先客が座っているのが幽霊だっていう話もまあ本に書いてあるんですけどね、その幽霊がなんでそこにいるのかとか、そういった話も読んでいけばわかるし、どうしたらその先客、幽霊が立ってくれるのかっていうのも書いてあるんで、そのあたりは読んでいただければいいと思うんですけど、面白いですよね、そういう設定で。でもね、なんかすごい、この本を紹介するにあたってレビューもちょっとチェックしたりするんですけど、どういった本が、どういったことが書いてあるかなって、なんかすごい賛否両論あって、なんやろ、やかましいとか、本やのにね、面白いですねその人の読み方、すごいな、でもね、見えへんと思うんですけど、結構文字が大きい上に会話文が多いので、すごいさらっとしてるというか、余白が多いですよね。で、これ私みたいな本の読み方する人がすごい読みやすいのかなと思うんですけど、もともとこの本を書いた人は脚本家なんですって。作家さんじゃなくて脚本家兼演出家さんで、もともと舞台で脚本書いてやってはったものが、まあ受けてっていう言い方したらあれですけど、すごい人気でというか、まあいい舞台だねってなって、それを本にしはったのがコーヒーが冷めないうちにらしいんですよね。川口俊一さんっていう方、大阪府茨城市出身だそうですよ。1971年生まれ、大阪府茨城市、はい。ちなみに父の出身も茨城市ですけれどもおじいちゃん家そこにあったよ。おじいちゃん家もね、おじいちゃんもおばあちゃんも本読むからね、すごい量の本あるよ。また持って帰ってきてもらおう。そうそうそう、うん、脚本家兼演出家さんだから、なんか本の書き方がだからほんまに読書家の方はもしかしたらちょっと馴染みのない書き方なのかもしれないですね。やかましいっていうのが多分その情景というか、その喫茶店の雰囲気がめちゃくちゃ書いてあるんですよ。だから私自身は本を読んで自分の頭の中で想像して全部映像になって入ってくるんですけど、映像になって入ってくるというか物語が頭の中に進んでいくんですよ。こういった話なんか特に自分がその喫茶店にいるようなつもりで見ちゃうんですけど、聞いちゃうっていうか、やっぱり私見てるんかもしれないですね、その中に入って。そういう人はすごい読みやすいから、なんでしょう、ショーが好きとか舞台が好きとか、そういった人によったらすごい読みやすい話なのかなと思います。ただその日本文学が好きだとか、そういった方にとったらちょっとさらっとしすぎてて面白くない、そのやかましいって言うてはった意味が、まあそういうのが好きやったらあるのかなって思います。ちょっとなるほどなって思いました、その感想。でも私脚本家やっていうのを、まあ、確かに後ろのページには書いてありましたけれども、レビュー読んで初めて知りましたけどね。でも代表作とかもいろいろあるんで、多分なるほどね、コーヒーが冷めないうちにで第10回杉並演劇祭大賞を受賞したから小説デビューになったらしい。2017年本屋大賞にノミネートされています。すごい。2018年の9月15日、1年前ちょい1年前
はい、に初版が出ている。そっか、やっぱりちょうど1年前なんですね。だから多分出てすぐ映画化されたんで、全部同時に動いてたんでしょうね。話が劇でやって本にした時にはもう映画化の話が全部進んでいたから、そんなタイミングで映画化できたのかなって思うんですけど、なので、ちょっと温かい日常に触れてみたい方とか、喫茶店が好きな方、コーヒーが好きな方なんかは、あとファンタジー系が好きな方とかはすごいおすすめの本です。はい、3冊ね、揃って見せれたらよかったんですけど、茶色い本と黄色い本と青い本があります。アバウトそう、茶色い本と黄色い本と青い本をね出しとく。あ、そう多分そうやと思うので、はい、ぜひぜひ、あったかい気持ちになる、ほんまに昔ながらの喫茶店でゆっくりとコーヒーが飲みたくなるような、そんな小説になっていますので、コーヒーが冷めないうちにだけでも、もう文庫本になってるんちゃうかな、1年経ったし、な気がするので、ぜひ読んでみていただければと思います。今日のおすすめは、コーヒーが冷めないうちに、そしてこの嘘がバレないうちに、そして3冊目の思い出が消えないうちにをご紹介させていただきました。はい、ということでですね、本日はですね、録画配信となっておりましたが、楽しみいただけましたでしょうか。はい、ありがとうございますなんか最近こんな感じです、こんな感じです。そうそう、謎解きメトロ旅とかね、周遊パスに続いて、大阪を楽しめるようなものも、ご紹介させていただいたりだとか、できるかな、謎解き難しそうやな、謎解き。でもでも、すごい楽しそう、楽しく大阪を巡れる、それこそ大阪に住んでる人だからこそ分かることっていう、分かることというか、なんやろな、発見新たにあると思うので、そういった方にもすごいおすすめです。そして本日の本のご紹介もぜひ皆さんチェックしてみてください。ということでね、月に2回本を必ず紹介するということにしたので、でもあんまり苦じゃなくて、結構昔の本も読み返したりとかして、読み返してみたけど、あ、これはちょっと紹介しにくいなとか、文章の方がいいなとか、これはぜひ皆様に動画でみたいなのとかいろいろあるんで、私自身もワクワクしながらまた配信をさせていただいております。また来年やって、もう1月になってまうわ、えらいことね。はい、来年もこの企画続けていこうと思いますので、はぁ、皆さん来年もよろしくお願いします。うわぁ、マジかー、すごいね、あー恐ろしいね。多分OCWTV としての配信はこれが、この配信が最後になると思いますので、いつかな、12月の23あたり、3あたりですね。この配信は12月23日に行われていると思いますので、2つ言っておきたいと思います。皆さん、メリークリスマース!そして、良いお年を!大変やー!また来年よろしくお願いしまーす!あ、待って待って待って。来年の、1月2日の配信は、さすがにないです。はい。さすがにないです。集まれます。多分集まれるんですけど、みんなお正月満喫してください。もしなんかあったら、ここでね、いろんな SNS 配信をさせていただけるかと思いますんで、そちらで楽しんでいただきまして、皆さん年末年始、風邪をひかないように、皆さん元気でね、来年もお会いできるように楽しみにしています。では、改めまして、良いお年を!おやすみなさい!また来年!少しだけ緊張してるけど、フロースタイルでクールにドレスアップ。君はまるでムービースター。涙をこらえて、まだ早いとは